やっほー、こんにちは。いや届かない。どうしよう。あ、どうしよう。どうしよう。こんにちは、こんばんは、こんにちは。ぜひカウントと星お願いします。お願いします。吉光さん、アイス20個ありがとうございます。2段階か。朝一配信始まる5分前待機で、次目覚めたら10時だって。いっぱい寝たね。よかった、寝れて。でも奈美さん、かわいい10個ありがとうございます。こんにちは。明日どうしようかな。10枠配信したじゃないですか。で、普段は何個、7だっけ。7か。あれ、 8？ 明日どっちがいいかなと思って、あの30、20、30、20、30、20のやつか、20、20、20、20、20のやつ、どっちがいいと思いますか。やっほー。でもいいか、別に。みんなも疲れてるしね。どうでもいいって思うよね。さっき着替えたから何も首元なくて寂しい。ボソボソだし。しまった。うーちゃん、くまたわー、ありがとうございます。どういう名前。
こんにちは。ありがとうございます。すごいこうやってさ、髪持った時の爪がツヤツヤしててテンション上がったんだけど今いいね、爪のケアコートは。どっちがいいとか言えないだって。どっちもどっちってことか。じゃあなんか私が言えやすいようにやりますね。まあでも枠は多い方がいいよね、そりゃ。仕事中で時間がなく1週50カウントだけですいませんが仕事に戻りましたって。ありがとうございます。お仕事中にありがとうございます。フォローしました、佐々木さん、ありがとうございます。下の名前なんて読むんだろう。帽子かぶってたらさ、頭ぺったんこになったんですけど頭がぺったんこになった。やっほー、早くお風呂に入りたい。明日じゃない、次の枠が終わったら入るから、タイミング的にそう1時間半だとギリギリになって焦るから。ついてないうちゃん、くまたわー、ありがとうございます。名前どうしたの名前早いに変えるの。喋ること飛んでごめん、申し訳ない。全然いいのよ、飛んじゃったら飛んじゃったで。でも私もさ、ちょっとやっぱり昨日今日あんまり頭働かなくてさ、ごめんなさいって思ってた。ありがとうございます。京都から応援してます、ありがとうございます。
しまめがさん、タコ10個ありがとうございます。こんにちは。ひへい、っていうのがわかるって。おもちさん、タコ10個ありがとうございます。うん、それを言われてしまったらそりゃ疲れてるは疲れてるけど、それを言われちゃったらね、わかんないよね。じゃあどうしたらいいですか。セミに頭にタラタラって怖すぎ。ということセミファイナルってこと。ねえ、画面暗くなった。最悪、画面暗くなった。暗くなっただけで見える。画面が暗くなるとさ、あの光、このリングライトのさ光がさ、なおさら強く感じる。ガキッチョさん、タコ10個ありがとうございます。画面一つ一つちょっとずつ怖い。やだ、無理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 だ。私虫全般無理なんですよね。人差し指空に向けて巻きつけよう、白い雲と模様にした気持ち、悩んでいたわけ仕方ない僕。メーカーも出ます。僕とセナさん346ですね、公演今のところ。最初の星集めありがとう。いってらっしゃい。6日出るよ。もう今確認した、ブログ見たしたら出てた。土曜日2回公演出まーす。まあそうですね。マネシカの洋服可愛かった。だってやった。そう、今日はね可愛い感じの洋服でした。夜中の2時にだって。いやでも苦手な人は苦手ですよね。
でも私それだったらあのなんか上からなんだろう、何かかぶせておく、飛ばない、こっちに来ないように、なんだろう、バケツだとかボールとかなんか、そうで上に重り乗せたら絶対来ないじゃん。だからとりあえずそれでそうしちゃうかな。ナオトさんファイト10個ありがとうございます。おっとサイン会失敗した人形ちゃん、くまたわーありがとうございます。大丈夫そう。そうなんだ、水かけたんだ。今日暑いね、汗かいた私。たけちゃんさん、タコ10個ありがとうございます。ありがとうございます。京都もとても暑い、京都行きたい。顔が暗い、画面が暗いか。ありがとうございます。やっぱり僕とはさ交互でしたずっと。嫌なことの一つくらい誰にもある、下を向いて落ち込んで立てた。サッキーさんと出れなかった、マジで本当に最悪。25と26、24、25だったっけ、なんかそこがそこさえ一緒の日だったらよかったのにってめっちゃ思った。本当に悲しいね。来週再来週あるといいな。僕たい公演のスケジュール知らないから私わかんないけど、でもね、あのね、そう、あばらがさっきさ、あばら折れて、骨がね折れて、そうだから多分普通にそれの関係で、あの6日はそもそも何だろう、候補にすら多分上がってなかったと思うんですけど、そう。でもね、あばら折れてるのにさね、12って出るんですよね多分。そう、それこそ大丈夫そうって思うんだよね。だってさ、まあ日数が経ってたらさまだ大丈夫かもしれないけどさ、そんなに折れてからそんなに立ってないじゃん、1日2日って。
丈夫ですか？大丈夫ですか？最終カウントありがとうございます。ありがとうございます。そう、ゆっくりは大事にだけどさ、1日2日大丈夫ですかって感じ。本当に、まあ、心配なんですけど、普通に、ね、いや、あばら骨折したことないからさ、わかんないけどさ、でもなんかでも骨折って絶対痛いじゃん。骨折だもんね、さすがに。それで踊って歌うってなったらね、やばいよね。普通に考えたらね、それで悪化したらどうするんですかってそう、心配ですよって言っときましたちょっと前に。そう、かおりちゃんとも最近出れてないの。そうなのよ、僕隊ね。ちょうど私がディフェンスのポジションやるときに、そう、コミさんが出る。そう、ちょうどね。そうなのよ。最終カウント完了です。仕事戻りました。また18時台。ありがとう。25球場行きました。おう。あばら痛めたのはね、北沢咲さんです。まさきさん、タコ10個、ありがとうございます。ありがとうございます。やばい、時計こっちに持ってくるの忘れたから、秒数までは分かんないけど、まあ、あと5分ぐらいですね。こんにちは。最終50カウントありがとうございます。あ、そうです。29は諸事情によりって感じですね。話っていいのか分かんないから私は言わないでおくけど、まあ、知ってる人がいたらそれはそれでいいんだけど、諸事情によりです。諸事情によりローファーになって、諸事情により元カレを披露しなかった。ここだけやるのが面白いことだ。3日は私あれです、公演です。私だから午前に2時間やって、公演終わりに1時間やろうって思ってます。サイさん、タコ10個ありがとうございます。お教えいただきましたね。50カウントしました。ありがとうございます。
最終できたよ、ありがとう。リングライトのあるなしで目の中のキラキラ変わるから、私もこれからちゃんとつけようと思った。そうなの、リングライトって大事だよね。だいぶホストカウントの幸せ効果、最初早く回るコツってあるのかなって。単純に捨て星を早くするじゃない。だから今私は1時間45分前に星集めで1時間45分前に捨て星って言ってるけど、でも1時間50分前に集めて1時間50分前にあれしたらいいんじゃない、捨て星。そういうことじゃなくて、最終時間枠、うん、多分1時間できるはず。まだね、あの予定が分かんないから。そう、開演時間が16時ってことしか知らんから分かんない、何時からリハがあってとか。ではランキングを読もうと思います。確かに1分ずつ早めてもね、いいかもね。13位豚バラパラダイスさん、12位エリエル村さん、11位オノピーさん、10位まさきさん、9位たけちゃんさん、8位サイさん、7位がきっちょさん、6位ナミーさん、5位おもちさん、4位ちばめがさん、3位ナオトさん、2位よしみつさん、1位うちゃんです。ありがとうございます。ありがとうございました。では次は18時からです。18時ぴったりから星二周枠なので、そう、制限解除され次第星集めよろしくお願いします。ではまた後で1時間半後に会いましょう。またねー。